低気圧と寒気の影響で関東甲信の広い範囲で雨や雪が降っています。気象庁によりますと、都心では今夜遅くに雨からみぞれに変わる見通しです。気象庁によりますと、西日本の南にある前線を伴った低気圧が明日にかけて本州の南の海上を発達しながら進み、関東地方に大雪をもたらしやすい気圧配置になっています。北からは寒気が入り、東京の都心も今夜遅くには雨からみぞれに変わる見通しです。都心で初雪を観測すれば12月中旬としては2005年以来8年ぶりとなります。